チャリのお兄ちゃん、なんとなく信号無視する気配を感じてしまったので、ね、後ろ向いてたから。確かに行くと思うよ、あれ。信号がさ、ちゃんと変わるまで待つんだったら、後ろって普通気にしないじゃん。うん、あれ気にしてたもんね。あれ、あの行動を取る人って大体無理やり通るパターンの、まあ、新幹線だ。そう。あ、本当だ。業者のバスだから。うん。10種類。天国を。さっきのナンバー。通過してたんで、直後で。だからワーナンバーはって言われるんだよ。つかワーナンバーは多分ね、運転慣れてないから危ないと思う。うん、だから運転慣れてない人。多分ペーパーが多いでしょ。3年とか2、3、4年とか運転しない人が運転とか。1ヶ月に1、2回乗るか乗らないかレベルだから。そうだよね。そういうことで、だから買わない、持たない自分で。いっぱい乗るとかだったら、もうとりあえず軽でもいいから買う人を買うじゃん、安くて安いので。俺は軽本当に眩しいな。事故った時が死ぬからつまり嫌なんて。軽はね。トラックに突っ込まれたらもう死亡確定じゃん。うん。言っちゃ失礼だけど。こんな高かった。一時期入れてよ。なさすぎて。やべえ、ガス欠になるっつって。しょうがない、それは背に腹は変えられない。どっから入ろうかな。違えちゃった。